んにちは、グリーンブルーの三坂と申します。弊社は1972年設立の環境モニタリング企業のパイオニアです。主なサービスとしては待機乗時監視システムの開発、メンテナンス、自動測定器のメンテナンス、それから環境調査、それから海外事業の特に ODA を通じた海外の環境協力を行っております。で、最近注目しているものとしてはドローンによる環境調査サービスというものに力を入れております。これまで2次元方向ですね、縦と横っていう2次元でしか取れなかったものをドローンによって高さ方向、3次元方向のデータを取るということを新たなサービスメニューとして追加しているというところでございます。これまで高さ方向のデータっていうのは、富士山の山頂であったり東京タワーであったりスカイツリーというような、建物とか山の上ですね、そういう形でデータを取ってたりとか、あと飛行機とかヘリコプターという大掛かりなもので取ってたんですね。それがドローンによって、比較的簡単に、安くで、さらに、任意の場所で飛べるわけです。規制地域っていう形でありますけれども、任意のところで取れるということが非常に魅力なサービス、これを我々はいろんな研究者の方と連携しながらやっていると、それを力を入れているサービスです。ドローンではこれから正確なデータを取得していくというところが大きな課題になっております。ということで、我々はセンサーのメーカーといろいろな企業と連携することによって、より正確なデータを取っていくということを目指していきたいと思っております。